を始めます。刑法240条前半以上につきご審理をお願いします。本件について被告人は無罪です。被告人は事件当日の昼過ぎ、友達に会うため電車を乗り継いで、途中で中の現金を、それからは私も必ず巾着袋に入れて持っていくよう母に注意していたのですが、私に穴を開けてしまったということはないですか？それは私には分かりません。だと思います。いろんな経験がいっぱいできるところで、入学してよかったと思いました。今日は普段できないことが体験できると聞いて、一回やってみたかったので立候補しました。本物の裁判みたいな感じで、すごくかっこよかったと思います。いい経験になりました。僕はが関西大学第一中学校を選んだ理由は、ここ中高一貫っていうだけじゃなくて、こう大学の併設校になるのかな、大学と関係してこう中学だけじゃできないこととかを学べたらいいなと思って、この学校にさせていただきました。模擬裁判の授業で、僕は検察官をちょっとやらせていただいたんですけど、確かにその普通の人でも裁判所に行って、裁判を見ることはできると思うんですけど、やっぱりこう傍聴席で1個引いたところから柵で仕切られててっていうところになると思うので、その 当事者といったら変ですけど、こうその法廷の中に行って検察官の席に座ってやってみるっていうのは、法律関係の仕事に就かない限りは、なかなかないことだと思うので、貴重な体験でした。